こんにちは、ドクターネックスです。今回はキャラクター紹介ですね。これはもう手に入らないキャラクターなんですけれども、夏のイベントでスイカ割りを、クリアして1000以内に入った人にもらえる、室谷藤四郎水着ですね。明らかに水着じゃねえけど、タンクトップハーパンだけだけど、はい。このキャラは、全部強化終わってたんじゃないかな。そうですね、しっかり全部終わってますね。はい。データとしては体力648、攻撃377、防御249、回心221、レアス379、必殺技は流線化、貫抜いたものを十字架型の氷に閉じ込め、当たった敵全員に大ダメージを与え氷結にする。ソウル特性は強攻撃クールタイム短縮で、マックスで 12% 短縮というところですね。強攻撃クールタイム短縮 12% が結構有用ですね、リンクとしては。で、技属性として、見てみると、例えば攻撃力順で見てみると3番手、白いちごが1番で384、2番手が、ハロウィンルキアで382、3番手で、ルキア、水着の投手路で377というところですね。例えば白いちごと比較してみると、会心がちょっと高いぐらいで、その他は白いちごの上だな。まあ言うてもらえるキャラですからね。でもまあもらえるキャラとしてはもう最大限普通の、ガチャの星5と遜色ない形の、例えばマユリと比較してみても体力は全く一緒、攻撃力は、年の方が上、防御がマユリの方がちょいと高くてぐらいですね。その他も会心も霊圧も室外の方が上なんで、もうかなり強いキャラクターですね。であとは必殺技も、氷結にするっていうのがいい感じですね。虫眼鏡口。俺は熱いのは苦手なんだよ。血石を予定していたが、乱撃に半ば強引に慰安旅行へ参加された。熱いのは苦手らしく、催し事には参加せず一人進んでいる。アニメではね、氷輪丸だしかき氷作ってましたけどね。さあ実際に見ていきましょう。今ちょうどね、僕防御の境界石が欲しくてこいつ使って回ってますね。これのおかげで技属性の星5が手に入ったって感じですね。あ、ちなみに配布のイチゴだと攻撃力332なんで40ぐらい違って、体力は1差、防御もお、なんでつかねえんだこれ、ローディングだけな、29上で、回心も霊圧も全部霊圧とか100いくつ違うな。まあ星5の配布のイチゴ、うわー、オリドライかん。さあやっていきましょう。まあ星4で攻略していこうと思ったんですけど、星4のに境界石を使うのがもったいなくてですね、ちょっとどうしようかなと考えてる最中ですね。結構石足んないですからね。僕があんまり頑張れてないと思いますけど。おっと、まあとりあえずこのステージの敵だけ倒してから紹介するか。さあ技の紹介していきましょう。通常攻撃1段がつき、2、3ついて、右けさ左けさの、ジャンプ。強攻撃の1番、
溜めて斜めからので、競技2、1回転、これ範囲がいいですね。で競技3、ちょっと溜めてからのこちらも範囲攻撃ですね。いずれも、使い方は良さそうなところですかね。特に2と3は、全体的に攻撃できるんでいいんじゃないかなというところですね。実際にやっていきましょう。おこれが1で、2はデモ早いですね。ダメージもいい感じですね。1は若干でかすぎか。さあ次はボスで、必殺技を使っていきましょう。ガードブレイクさせて必殺技。全然倒せたんだけどね。流線化の特徴としてはそのかなり移動するんですよね。例えば、速さ属性星5の室ヶ谷の千年兵糧はその場で止まったまま必殺技が出せるんで、通常攻撃がつなぎやすいです。その代わり流線化は必ず移動しちゃうんで、だいたいね、近接して出すと、通り過ぎちゃってるんで戻って通常攻撃をしなきゃいけない。これ慣れないと、あさっての方向に攻撃出しちゃうんでもったいないですね。というところかな。以上が、室ヶ谷 星5室ヶ谷技ですね。水着室ヶ谷ですね。以上になります。次のキャラ紹介はもしかしたらウルフマンが間に合えばウルフマンで行こうかなと思うんですけども、レンジかな。はい、まあ以上になります。ご視聴ありがとうございました。